フォークでは何か喋ってるんですか今日の基礎を教えるっていうところを持ってくるまでね、はい、あ、そう OK ですよ、まあ、ラスト、うん、ラストレッスンは、基礎の水彩画ということをやっていて、こんなことやるんですね。これはこの箱の一番屋根の部分だけが絵の具を塗ってないんですが、ここが一番明るいんですね。全体が次に明るい。でこれが乾いたら次に暗い、次に明るい部分、だんだん暗くしていくんですが、ここを塗る。でこれが乾いたら次に明るいのを求めて暗くするんですが、ここを塗る。これが乾いたら最後のここを濃く塗ると、これで立体的に見えるんですが、これが乾くのを待てずに塗ってしまうとめちゃくちゃ絵になっちゃうんですね。それがじゃあやりながらっていうことですか。そう、それが、まあ、それが、待つっていうことのどのぐらい待てばいいかとか、そういう経験。これはこんな箱ですけど、これは、こういう廃墟、これなんか聖人らしいんですけど、聖人が、もう一人の聖人に洗礼しているところ、これも何回か塗り重ねていったんですね。それもやりながらって感じです。やりながらって仕上げないで、途中途中でこう順ローテーション。これを乾くのを待つためにこれをやる。これの1回目やって、それでも足りない。それで乾いたらこれをやるんだけど、それでも足りながら3つを同時にやって、はい、で今日は、ジョン・ウォーリックス・スミスっていう人の、これコロッセウムの中らしいですけど、こんなのを一色でやります。そして別の場面のコロッセウムですが、これを薄い色から重ねて何回も重ねて、立体的にしていきます。それから雲と空の練習。これはジョン・ロバート・カズンズっていう人ですが、こんなのやります。やれるかいやそんなにやれるかなというこれはカーリック・フェリーっていう、絵で、これはポール・サンドビーっていう人ですが、これもやります。でこの4つだかができたらやっぱり6つでしたね、はい、はい、6つでしたね。これは上原修司の、奥松島の、月浜っていうところですね。これをやります。でこれがまたできたら ここまで行くかどうか、下田の外浦港、これはクレヨンを使ってあっという間に行くんじゃないかと思いますが、途中でこっちを先にやるかもしれません。わかりました。こんなことでやっていけるかな。これターナーの同じような、生徒に教えたとか、あのターナーが教えた時に使っていると思いますが、こんな色合いにセピアの色にしたいんですけど、セピアはこことこことここ、これを混ぜて、セピア色のものを作っておきましょう。セピアってかなり
濃いんですよね。あの、うん、イカスミ、イカのスミぐらいの色で、イカスミぐらいの色、うん、そのぐらい黒っぽいんだよね。はい、今日がっつり教えていただきました、はい、今日はお客さんが、生徒がいなかったんで、鹿島社長が参加してくれました。今イギリスの水彩画の草創期の画家たちの作品から勉強しています。これはジョン・ウォーリック・スミスという人の、ローマのコロッセウムの中の絵です。デッサンといってこう、こちらはなんか言わなくて大丈夫ですか。んこっちよ、まあ、どっちもまあ自分は正解言っちゃっていいの。いや、もう正解いいっすよ、別にクイズじゃないですから分かりますもんだクイズ。こちらは私が描いたものですが、上は、鹿島さんが描いたものです。まあそこそこできてますね。次の絵はまた同じ、ジョン・ウォーリック・スミスの、今度は色を使った、修作デッサンですね。これもコロッセウムを描いたんですが、こちらは表ですね。先ほどのは中ですが、これは私がこれを描いたんですね。上がエイトの鹿島社長ですね。ちょっと石の硬さとか重さが表現できればいいと思うんですが、ちょっとベニヤの、建築ですかねそんな感じがします、ね。三三六。こちらはカズンズっていう人の雲と空の修作です。下が私のもので、上がエイトの鹿島社長のものです。まあなかなかできてるんじゃないかなと思います。こちらもカズンズだと思います。どっか港ですね。これがなかなか難しくて描くのに苦労して、アジアの港見たくなっちゃいましたが、上が鹿島さん、下が私です。ちょっとトイレに行ってきます。 OK です。どうもありがとうございます。最近ちょっと失礼します。それ入れていいですか。ちょっとカットしてください。酔ってる先生の絵もいいですよね。多いのね。そうですね。このカットした方がいいのかな。そうね、やっぱり、ね。そうね、うん、将来の先生の考え。休日は嫌だな。